はい、皆さんおはようございます。トン吉でございます。本日1月の20日朝でございます。昨日はね、なんかめちゃめちゃ蒸し暑くて、こちら僕が住んでるところはね、夜中過ぎても25度を下回らなかったらしいです。めちゃめちゃ暑かったです。はい。ということで、昨日から話題にしているこちらの iPhone SE ですね、au で回線契約なしで買ったこちらの機種なんですけど、ようやく普通に使えるようになっております。そして、7月20日朝現在なんですけど、こちら、じゃじゃん、見える?こちらでございます。iOS の 14.7 が、アップデートされております。これね、結構いろんなプログラムの更新が入っているようなので、まあ、早めにしていただいた方がいいかなと思います。まあ、いろんなね、バグフィックスが入ってるのと、あと先日発表されたマグシーブのバッテリーパックの使用対応とかね、あとはなんだろうね、Apple Music のロスレスオーディオとかドルビーアトムスの再生が一気に止まったりするのが直ってたりとか、あとはあれですね、iPhone リテクシリーズでバッテリーサービスのメッセージが表示されなくなる現象がありましたけど、それがなんか直ってるらしいです。まあ、皆さんもぜひ、チェックしてみてください。僕もね、これからしようかなと思います。ということで、ちょっと暑いんですが、これから散歩に行っていきたいと思います。よいしょ。で、こちらのね、iPhone、iOS の新しいのが出たってことで、何度かアップデートを試みてるんですけど、どうもうまくいきません。スマホだけで Wi-Fi 経由でアップデートしようとすると、必ずエラーになってしまうので、まあ、パソコン経由でね、iTunes でやろうとすると、多分いけるのかなと思います。ただ、ここでまた一つ問題で、ダウンロードファイルがね、5ギガぐらいまたあるようで、楽天モバイル回線だと、そちらでも案の定止まってしまう状況で、またアップデートが滞っております。これね、なんとかしないと iOS のアップデートうまくできないですね。Twitter とかその辺調べると、この iOS のアップデートがうまくいっていないっていう人があんまりいないみたいなので、こちらの答えの問題なのかちょっと気になってるところです。皆さんうまくいってますか?そして今日はですね、先日 Amazon のプライムデーで購入したものを一つ開封したいと思います。それがこちらです。じゃじゃん。最近 Amazon はね、結構梱包が簡易的になってきて好感があります。まあ、ただね、ただ簡易化包装になったことで結構商品の箱が傷ついていることがあるので、ちょっとそこはいけてないななんて思っているところです。今回は大丈夫かな?ちょっと開けてみます。今回購入したこちらです。じゃじゃんと。はい。見えますかね。パナソニックのジェットウォッシャードルツというやつですね。以前動画でビブルスっていうね、同じようなジェットウォッシャーのタイプ。それはね、タンクレスで直接コップとかから水を吸うタイプだったんですけど、それがね、ちょっと故障してしまって、で修理依頼を出したんですけども、製造が今ちょっと中断してるっていうことで、一旦返金されることになりまして、その次のモデルっていうか次の生産が始まるのが8月以降ってことだったんで、ちょっと期間が空いてしまうので、とりあえずパナソニックのこのドルツっていうのを買いました。で、これはタンク付きモデルで、型式としてはね、2012年ぐらいかなのモデルで、結構古いモデルになってます。型番が EW の DJ10 というね、パナソニックの製品になっております。ここです。こちらの商品は実は3、4年ぐらい前かな、一旦買っていました。その頃から型としては古かったので、まあ今更っていうのも思ったんですけど、これの最新機種っていうのが1万5000円ぐらいですかね。1万3000円とかだったかと思います。で、こちらの機種はなんと4000円ぐらいで購入できるっていうことなので、まあある意味ね、ローテーションで買い直してもいいかなと思って今回これを買いました。見えるかわかんないですけど、こんな感じでね、食べかすとかをジェットで、水のジェットでね、洗い流すっていうやつですね。なんかこれをしだすと結構ね、病みつきになるんですよね。今日ね、実演はちょっとさすがにしないんですけど、中身だけちょっとお見せしたいなと思います。外箱とかはいいよね。はい、開けます。一応ね、製造は中国なんですけど、パナソニックってことは日本メーカーでございます。4000円で、っていう考えると、中国メーカーであればジェットウォッシャー買えるものあるんですけど、安心の国内メーカーということで、今回はパナソニックを選びました。内容物はこの2つです。で、本体と、あとノズルですね。これが全部セットで4000円というところです。はい、内容物こんな感じですね。見えますか?こんな感じで、実はね、広がるんですね。ここに給水口があって、ここパカッと開けてあげて、ここに水を入れます。ここに、このノズルを、こんな感じでつけます。スイッチはこんな感じで、霧、ソフト、ノーマルっていうのがあるので、まあ一番上が一番強い感じですね。
初めてする方はね、多分ノーマルだとかなり強く感じるかもしれませんけど、僕はもうノーマルかなって感じです。これね、グッと引っ張ってあげるとここまで出ます。これでロックされますね。これ立てることもできます。こんな感じでシンプルですよね。でね、これ何がいいかというと、こうポンと折りたたんで、どっかにね持っていくときはこの形で持ち歩くことができるんですね。ここの先端の取り外しは、ここにスイッチがあるので、ここをグッと押してあげてスポッと取れるようになります。あとはというと、あとはここに電池のパックがあります。ここ10円玉とかね、そういうので回してあげると開きますね。これ10円玉とかゲームのメダルとかで開けるといいかもしれませんね。でここをこう当ててあげて、オープンの方にグッと回します。でそうするとこれが外れるので、はい、ポコッとこう開くので、これを取ってあげます。でそうすると、ここに電池を入れるようになっています。でこちらの商品、安い理由はというと、この稼働が単三電池で稼働するためというのが一個の理由として挙げられるのかなと思います。で単三電池2本で約30日間利用することができます。まあ、もちろん使用頻度によってもっと短くなったりすることもあるので、その辺は使いながらちょっと皆さん見ていただく必要があるかなと思います。過去に使ってた時もそうだったんですけど、1週間とか使ってくると結構ね、水流が弱くなってくるので、定期的に交換した方がいいと思います。とはいえ、毎回こちら電池を買って買い替えて残量残すのもったいないので、僕は今回はこちらエネループを、ね、中に挿して、まあ、こまめにこちらを充電することで威力を保って使っていこうかなと思っております。ちょうどね、エネループも余ってたのでいいかなと。そしてこの商品には付属電池はありませんでした。なので、もし興味持ってくださった方は電池もちゃんとね、自分の方で準備してくださいというところです。ちなみにこちらのタンクの水量なんですけど、水量がですね、 165ml 入るそうです。約40秒間利用することができるので、足りなくなれば給水して使うという形になります。使っていくとね、結構いろいろ気になる点はあるんですけど、4000円で買える価格、そして日本メーカーのパナソニックっていう安心感で、まあ僕的には買いかなと思って買いました。過去に買った時よりもね、多分1000円以上安くなってたかと思います。非常にコンパクト、どっかに行く時も持っていくことができるぐらいのサイズ感ですね。結構いいかなと思います。じゃあこれね、充電した後のエネループなので、ちょっと入れときたいと思います。電池の方向はどっちなんだろうな。プラスがこう下に向く形で2本入れることになります。はい、これで OK。 そしてキャップを戻して、はい、そしてまた再びこれで閉めますと。はい、これで完成でございます。まあ、電池入れるとね、さすがにちょっとずっしりしますけど、入ってなければ非常に軽いです。こういう口内洗浄のジェットウォッシャーって言われているものって、タンクタイプとかいろんなものがあるんですけど、大型タンクを備えているものっていうのは給水しなくて1回で大量の水で一気に洗い流せるんですけど、そうすると洗面台のところの面積を結構取ってしまうので、まあこれだとシンプルにまとめられるし、非常に場所も取らないしというところで、個人的にはかなりおすすめできるんじゃないかなと思います。ただ一つ欠点としては、分解できる場所っていうのがね、あまりないんですよね。というところで、使い終わった後に必ずしっかり乾燥させてあげなきゃいけないとか、拭いてあげなきゃいけないとかっていうので、その辺のこまめなメンテナンスというか掃除っていうのは必要になってくると思います。こちらね、先端の部分は消耗品で、家族なんかと使いたいって方もいると思うんですよね。でそういう方はこういう付属品で、ノズルの部分だけも販売してます。これね、Amazon とかだと500円以下で買えるので、みんなで使いたい方っていうのはこういうのも買っていただくといいんじゃないかなと思います。今、水は入ってないんですけど、稼働音どんな感じなのか、ちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。先ほど話した通り、モードはソフト、ノーマルとありますので、順番に行きましょう。まずソフトからです。ソフトの音こんな感じです。はい、これがソフトです。まあ、水が入るともうちょっとうるさくなると思いますけど、この程度です。じゃあ次、ノーマル行きましょう。ノーマルの方。はい、こんな感じですね。先ほどよりちょっと音が高くなったような感じですかね。稼働音はこんな感じです。最近口内洗浄、歯磨きとかそういうところ結構気にされる方も多いので、まあそういう方はぜひこういうのも検討していただけるといいんじゃないかなと思います。はい。
本日7月の22日、4連休の1日目ということなんですけど、Apple 製品でお得に買えそうな情報が僕のところに入ってきているので、簡単にご紹介したいと思います。何かというと、iPad Air ですね、2020年に発表されている最新モデルが、最大で7700円引きで EC サイト、もしくは家電量販店のオンラインサイトですね、そちらで買えるようになってますよというお話でございます。こちらがですね、そのサイトになっています。例えばということで、bigcamera.com のサイトなんですけど、わかりやすいところで言うとこちらですね、 iPad Air 10.9 インチが 61,380 円、さらにポイント 1% バックですよっていうのが出てます。こちらがキャンペーンのバナーなんですけど、このように iPad Air が本日7月の22日から8月の1日まで7700円オフで買えますよっていうのが出ております。同じようにね、野島のサイトも同じキャンペーンが実施されていて、販売価格は全く同じになってますね。皆さんが気になるのは Amazon だと思うんですけど、Amazon も一応ですね、割引はついているようです。ただし、割引額が7074円オフ、10% オフになっていて、量販店はポイント 1% に対して、こちらの Amazon は、これね、ポイントが 2% ということで、トータルの実質価格は同じぐらいに揃えられているということかなと思いました。せっかくなので、さらにもうちょっとお得に買う方法もお伝えすると、まず一つ目は、ビッグカメラとか、あと、超新、こちらも同じようにやってるんですけど、この辺だと今現在この PayPay のね、キャンペーンが実施されています。7月25日までっていうことになってますけど、もしかすると、PayPay で購入すると PayPay のポイントが還元されますよということと、今の全額キャッシュバックみたいなキャンペーンもやってるので、もしかしたら当たるかもしれないというところですね。こういうの使ってみるといいかなっていうのが一つありますね。で、さらに、僕の番組では皆さんに結構説明してるんですけど、楽天リーベースっていうこの楽天のポイントサイトですね。このサイト経由で、例えばbigcamera.com、これクリックすると、bigcamera.com のトップページにつながります。こういう風にね、リーベース経由で買うだけで、後日楽天ポイントが還元されるので、まあお得だよっていうお話ですね。bigcamera.com は現在 1% ポイントバックになっています。で、同じようにですね、上申なんですけど、上申が、僕が見た感じだと楽天リーベースポイントが一番高く設定されて 2% ということになってました。全部ひっくるめて、こういうキャンペーン使うと、64GB だったら結構安く買えるんじゃないかなというところでございます。ということでですね、ずっとね、iPad Air 買おうかななんて悩んでた方がいれば、ちょっと参考の情報になればいいかなと思いますので、概要欄の方に貼っておきたいと思います。気になる方はぜひチェックしてみてください。結構ね、最近こうやって Apple 製品がセールになることが多いので、細かく家電量販店のオンラインサイトとかチェックしておくと、お得に買えるかもしれません。はい。ということで、今回もちょっと Vlog 的な感じになりましたけれども、今日の動画は以上にしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。皆さん4連休楽しんでね。